ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-V。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、風邪ではないんですよ。朝なんでね、ちょっとたまに鼻炎の発作が出ましてね、さっき喋ろうとしたらくしゃみが出てもうどうもなんなかったんで、こんな感じでございます。メガネが曇ります。はい、ですね、 BE:FIRST と JO1 がですね、まあ、他にももちろんいますが、曇る他にもいますが、紅白歌合戦ね、第73回紅白歌合戦に出場決定いたしましたので、まあその感じの話があります。でですね、本当に何時間か前になりますけど、 JO1 がですね、オールナイトニッポンクロス、1時間のオールナイトニッポンをやってるんですね。昔そのエンハイプンがやっていた時に、BE:FIRST BMST 関連で言いますと、スカイハイがですね、1回代打で、エンハイプンの代打で出たことがありますね。エンハイプンは K-POP グループで、ハイブのね、BTS の事務所ハイブの所属でございまして、私もね、アイランドのオーディション番組から応援していた身ですが、まあそう、オーディション関連の話が今回したいのでね、まあ JO1 と BE:FIRST の話ですがね、まあそこのハイブ系列のルセラフィムも出ますね。ガールズグループですが、そうですね、宮脇さくらさんがいらっしゃるっていう形、元 AKB48、HK48 ね。はい。で、そのオールナイトニッポンクロスがありまして、白岩るきくんという JO1 のね、メンバーがメインでパーソナリティをやってまして、で、そこに JO1 メンバーから毎週、2人ぐらい、まあ2人かな、基本的には、呼んで、それで話をしております。で、基本その私の動画は現在はそのデスティの方が多いので、JO1 さんについてもちょっといろいろと知っておくといいかなって思ったのと、まあそのラジオの中で話していたことがめちゃくちゃ激アツだったわけですよ。そうじゃないとこんな感じの話はなかなかしないと言いますかね、ほんと激アツだったわけですわ。ですね、まあ記者会見ねありましたですけども、BE:FIRST ね、出た紅白歌合戦の、あれ、スカイハイ社長もそこの場にいらっしゃってっていう形で、で、裏で、白岩るきくんがですね、スカイハイ社長と、スカイハイ BMSG 社長と、結構したっていう話でした。で、いろんな話をしてですね、まあ、これからね、JO1、BE:FIRST でね、ボーイズグループ盛り上げていきましょう的なのと、まあ、スカイハイ、BE:FIRST よろしくお願いしますみたいな感じの話をまあしたっていう形で、でなんかすごく気さくにフレンドリーに話しかけてくださってっていう話で、さすがスカイハイだなと思いましたね。やっぱその社長がそういうところがね、すごくやってくれる人だから助かりますね。BMSG はね、 BE:FIRST はね、はい。で、まあ、結構その話をしてくれたっていうね、河野純喜くんが、まあ、そのラジオでね、河野純喜くんと豆原一成くんと、それから白井るきくんがいたんでね。で、河野純喜くんが、仲いいんですね、みたいな感じで話をしてて、僕もびっくりしました、みたいなことをね、るきくんが言ってました。で、まあ、あまり今となれば関係ないかもしれませんが、白岩るきくんは、もともとジャニーズ事務所のジャニーズジュニアにいたことのある子です。で、まあ、スカイハイ社長もね、まあそれはもともといたっていうのは、まあご存知の方も多いと思います。で、まあそこの共通点があったかどうか、その時の話をしたかどうかっていうのは分かりませんが、まあもしかしたら何かしらそういうところで、まあ話とかしていたのかなとか思ったりとか、あとそもそもスカイハイがですね、いわゆるその JO1 がまあ決まったオーディション番組、日プワンプロデュース101ジャパンですけども、シーズン1の方ね。まあ、そちらを見ていたっていうのは知っておりまして、で、いわゆるその、スカイハイは、オルビットの上原淳くん、オルビットってグループがいまして、まあ、もともとそっちを結構メインで取り扱ってた時期もある感じなんですけど、JO1 とオルビットってグループで、そこで並行して、取り扱ってた時期があります。上原淳くんフォローをしていたりとかね、そういうのもあって日プワンはかなり見ていたわけですよ。だからその時に白岩るきくん
のことも見ていたのかもしれず、まあ当然情報としてまあジャニーズ事務所にいたっていうことも入ってきてるでしょうから、まあそこで親近感が湧いた可能性っていうのもあるのかなっていう、だから白岩由紀くんに率先して話しかけたのかななんて思ったりしますが、なかなか面白い組み合わせだなと思いましたし、あの JO1 と BE:FIRST の直接的な絡み、まあ、スカイハイですけど BE:FIRST との絡みっていうか、その辺も後で話しますが、直接的な絡みっていうのは今までその表ではなかったというか、表、まあそれも裏ですけどね、話があっただからっていうのはあったので、今後だからそういう感じで、ね、INI と BE:FIRST のもうそういう仲のいい部分っていうのはありますが、 JO1 ともそういうのはできればいいなっていうふうに思いますね。でまあそれで、あのやはりレスティも紅白歌合戦今年はみんな見るでしょうから、 JO1 のことも知っておくとね、やっぱりその新年度がそういったものとか、まあそのバックグラウンドは違うとは言ったものの、あの私は両方とも見てきてますから、その近しいところを感じると思います。なのでそのそうですね、いろいろと情報とかももしよかったら見てみると、あの紅白がより楽しくなるんじゃないかなっていう気がいたします。まあ、ちなみにその JO1 として、今の私の知識が正しいかどうかちょっと分かんないですが、私が JO1 とオルビットを追っていた時期のイメージで、まあ、白岩瑠姫君とあの河野純喜君と豆原一成君、まあ、今回そのラジオに出てた3人という形ですが、白岩瑠姫君は結構もう兄貴分というか、あのビジュアルもね、あのすごく良くて、で兄貴分的な感じで、それでラップとかもする方だったりするので、何でしょうね、イメージとか性格的な部分が似てるかどうか分かりませんが、 BE:FIRST で言うと涼希君タイプなのかなっていうふうに私は考えたりしております。まあ、あの人それぞれだと思いますが、で河野純喜君はですね、あの歌がやはりすごく上手いメンバーというか、あの 歌うまっていうところで JO1 の中では有名だとあのは思います。はい、でまあ彼の場合は歌うまっていうところと、あと結構ね、突っ込まれ役みたいなところもあるので、ジュノン君とレオ君合わせた感じのイメージかなっていうふうに私は考えてます。あとその関西の方だったりするので、ノリがねそういう関西ノリで良かったりするっていうところで、豆原一成君はいわゆる一番末っ子であり、それから、まあ、ダンスメンバーという形になりますね。まああの JO1 のそのデビューした日プワンでは、まあいわゆるあの川尻蓮君と豆原一成君の 1-2 争いみたいなのが当時のね番組ではありました。だからそのザ・ファーストでいうと、やっぱ颯太君、龍平君みたいな部分がねありましたけど、まさにその豆原一成君も、まあ、一番年下っていう部分で龍平君的な立ち位置だったりとか、まあ、そういう風に感じるかなと、あのみんなから豆ちゃんと言われて可愛がられているメンバーです。まあ、そういう感じだと私は考えてます。まあでも私の情報も2年前ぐらいの JO1 の情報で、今関係性変わっていたらあれですけども、はい、そんな感じで考えております。はい、で今前原一成君の話をしましたが、まあでダンスメンバーって話もしましたが、あのここの豆原一成君の話もとても良かったというか、まずその BE:FIRST がすごい好きでって話をしてくれて、最近スクリームが好きっていう、あそスクリームなんだって思いましたけど、でもスクリームはダンスコレオがすごく良くて、であの YouTube もよく見てるって言ってらっしゃったんで、おそらくだからスクリームの再生回数の何個かはあの JO1 の豆原一成君がやってくれているのかなと思うとすごいなと。で確かにダンス好きのダンスが上手いメンバーからすると、いわゆるスクリームのコレオとかあの辺とかすごく刺さるんじゃないかなって思いますね。でそれからですね、あの豆原一成君はもともとあのすごい、日プワンの時ももう本当にすごい若い状態、今も若いんですがっていう状態で入ってきて、で若さなのに、この若さなのにこのダンスのキレは何だっていう、そういう感じだったわけで、であの颯太君、 BE:FIRST 颯太君のことをダンサー時代からあの知っていて、でかっこいいなと思ってたっていう話で、これすごいですね。まさか豆原一成君と BE:FIRST 颯太君のそこの部分での話が出るとは思わずね、すごいことですよ。ちなみにですね、お二人はけん玉っていう共通点もありますね。あのベスティンの方は颯太君のけん玉の話は知ってると思いますが、
あの豆ちゃん豆原一成くんもけん玉が上手くて、実は番組でねそのけん玉を披露した、バラエティ的なそういう企画で披露したこともあります。なのでダンスとけん玉コラボみたいな感じで対談ができるかもしれませんね。ね、INI の方であの BE:FIRST のレオくんと尾崎匠くんの話もあって、であの涼希くんと木村雅也くんのところもあったけど、で蒼太くんと豆原一成くんっていう形で JO1 っていうところが出るとさらに面白くなるなっていう気がしておりますね。でまあスカイハイの方からもいわゆるね、あのこれからもスカイハイと BE:FIRST よろしくお願いしますみたいな感じではあるし、まあね INI の方とはもうね仲良くなってますし、でスカイハイ本人もラポネのあの JO1INI の事務所ラポネのチェ社長とは話をね何回かしてるって話もありますから、なんかすごく今後が楽しみだったりしますね。でつまりそのソータ君のことを JO1 になる前から知ってたっていうことで、まあそういうことです。まあソータ君もねもともと随分ダンサー歴長いから、で豆原一成君もずっとダンスでガッツリやってきたわけでして、やっぱそのね BE:FIRST っていうか BMSG でいうと、まあ、当然ですけどもね、あのランキチとソーチン、まあ要するにラン君とソータ君もそういう感じでダンスで知っていたところもあったでしょうし、やっぱダンサーの世界で有名な人上手い人っていうのは当然だけど、そりゃまあ、 あの名前が知られていきますからね、うん、まあそういう感じなんでしょうね。だからまあ当然豆原一成くんとソータくんというか、まあ豆ちゃんがソータくんを知っていたっていうのはそれはまあ確かにあり得る話でね。なんかだからラジオとかであの番組でね、まあ、あのテレビとかラジオとかで BE:FIRST TV には INI 来てくれまして、非常に視聴率も良くてさすがだなと思いましたが、今ちょうどミリビリとミリオンビリオンっていうラジオをやってて、それであの話をするっていうのもやってますからね。今涼希くんがジョナスブルーとのねあの対談みたいな感じで、あの豆ちゃん、まあ、豆原一成くんもそうだし白井瑠希くんもそうだし河野純喜くんもそうだけど、なんかこうあの BE:FIRST メンバーと JO1 メンバーが話すとまたいろいろと面白いかもしれないなと思いました。だまあ7人と11人っていうねところはあるけど、多分それぞれちょっと共通するところとかいろいろなところとか面白い話も絶対にありますからね。そういうのがもし今後できればいいなって思ったりしてますよ。はい、ね、なかなかやっぱり INI さんとのつながりっていうのはあるけど、 JO1 さんとのつながりっていうのは今まで BE:FIRST も、ね、なかなかなかったからね。当然お互いのことは知っていたでしょうけどもね、っていう感じなので、まあ楽しみですね。でまあベスティの皆さんもね JO1 の曲もサブスクでね Spotify とかね Amazon Music とかもろもろでもちろん聴くことできますので、あの紅白に向けていろいろとねスーパーカリーとかも含めあの聴いておくと面白いと思います。 JO1 のね曲も私好きですんで、はい、あの INI と JO1 やっぱりこうね11人グループだけどそれぞれスタンスっていうのが違うので、また INI さんの良さとはまた別の良さっていうのが JO1 さんにはあります。はい、もちろん BE:FIRST、まあ、私たちはベスティですからもちろん一押しは BE:FIRST ですかね。はい、そういう感じでございます。はい、というわけで嬉しかったですね。まあスカイハイ社長が白岩瑠希くんと話をしたっていうところで、しかもだいぶディープに話をしたっていうところ、あのね河野純喜くんが仲いいんですねっていうぐらいにあの話をしてたっていうところね、そことそれからあのそれから豆ちゃん豆原一成くんが蒼太くんのことをむしろ JO1 のになる前から知っていたっていう話ですよね、っていう感じで面白いなと思いました。でそのラジオがですね JO1 のオールナイトニッポンクロスが本当にこの動画撮ってる何時間か前にやってたんで、あの聞くことできると思いますので、ラジコとかラジコプレミアムなどで聞いてみるといいかなって思います。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。果てしない空